さんこんにちは、東雲東です。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-5673、私たちのための森。収容クラスはセーフ、各ランクラスはダーク、リスククラスはノテスだよ。SCP-5673-A は、SCP-5673 の枝から生える背の低い人型の樹木実体を指します。このプロセスは毎日継続して発生しており、まず SCP-5673-A を枝に固定する太い茎が生じてから、それ以外の身体部位が頭部を下にして成長する形式をとります。17時時点で、SCP-5673-A は SCP-5673 から分離して地面に落下します。完全に成長した SCP-5673-A は身長 1.5 メートルで、全身が SCP-5673 の樹皮に似た外質からなっています。各 SCP-5673-A 個体は互いに独立して成長し、最初の個体が枝から分離するまで次の個体の成長は始まりません。成熟した SCP-5673-A は近隣の丘の頂上まで 3.4 キロメートル歩いて移動し、足に生えている根のような触手を使って地面に体を固定します。続く2分間で、SCP-5673-A は枯死し、その体は熱い灰に変わります。この儀式は SCP-5673-A が完全に崩壊するまで続きます。儀式中に SCP-5673-A の除去や干渉を試みると、SCP-5673-A は即座にこの物質に還元されます。科学分析によって、この灰の組成は樹液に類似することが判明しています。SCP-5673 は芸術家、彫刻家であるオーガスト・フィデル、指定名称ポイ6029の地上に生えています。ほい。5673.1、ポイ6029のプロフィール。オーガスト・フィデル1938年11月12日誕生、はミシガン州キャデラック在住の彫刻家資格芸術家です。彼の作品の一部は、キャデラックの街の各所にある公園や広場に展示されています。POI6029 の芸術作品は、超現実的な視覚効果と並行して交流というテーマを追求する傾向があり、自然素材、土、水晶、ハニカムなど、オフ自然な人工物と組み合わせたものが多く見られます。1961年から2010年まで、ポイ6029は花や植物を対象とする風景画と写真で知られる芸術家仲間、ソニア・カリーと結婚していました。彼女は2005年からキャデラックで花屋を経営し始め、また園芸を趣味とする人々のための無料ウェブサイト、YouTube チャンネル、インターネット掲示板を開設しました。これらはすべてフローラルリーフという名称で運営されていました。2010年8月12日、ポイ6029はソニア・カリーが心臓病らしき要因で死亡したと通報しました。彼の住居を訪れた救急隊員は遺体を発見できず、ポイ6029は彼らが到着する数分前に遺体が消えたと主張しました。この事件は若干の注目を集めた後、財団の管轄下に入りました。事案 6029A1 を参照。遺体消失に関する捜査は、ベールプロトコルかと現地警察の双方において決定的な結果を得られず、ポイ6029を容疑者とする告発もまた、証拠の欠如や、ソニア・カリーが末梢動脈疾患と診断されていたことを示す証言などを受けて取り下げられました。2018年、キャデラック近郊で歩く樹木を目撃したというハイカーの主張が、超常現象関連のインターネット掲示板を介して財団に傍受されました。簡潔なインタビューと記憶処理の後、財団は問題の地域をオポゴ森と特定しました。ポイ6029はオポゴ森の唯一の住民であり、人里離れた狭い土地で生活していました。さらなる観察報告から、ポイ6029の小屋に隣接して生えた SCP-5673 の存在が明らかになりました。財団エージェントマクソンは、インタビューを希望する美術雑誌の取材記者を装ってポイ6029に接触しました。一連の出来事の書き起こしは以下に掲載されています。ポイ5673.2インタビューログ、音声記録、日付、2018年6月18日、記録開始。エージェントマクソンが、ポイ6029が隠居生活を送るキャビンに近づき、ドアをノックする。SCP-5673 が映像の端に見える。フィデルさん、ゴールドクオータリー氏のものです。おお、来たか。ちょっと待ってくれや。ポイ6029がドアを開け、エージェントマクソンに自己紹介する。マクソンは彫刻、美術用品、植物、写真などが多数置かれたキャビンの中に入る。ポイ6029は彼女を席に案内する。蜂蜜茶でもどうだい？昔はこいつを街で売ってたんだ。いやつまり、俺がまだ街に行ってた頃だな。ははは。いえ、どうかお気遣いなく。いい香りがしますけれどね。ポイ6029は自分用の茶を用意する。彼はマクソンが記者を務めている雑誌についていくつか簡単な質問をした後、着席する。無関係な会話を省略。なるほど。ところで、あなたはここ数年間驚くほど静かにしていますね。最後に公表した作品は、2014年の幻でしたか？最近は何をしていらっしゃるのでしょう？2014年か。そうだな、もうそんなになるか。ここ数年、世間に関心が向かなくなっちまってな。
作品を功労するのにも興味が持てなくなった。近頃じゃ、何よりもまず、自分自身のために創作してるんだ。昔からこうだったわけじゃない。俺が若かった頃は、誰が自分の作品を買ってるかばかり気にしてたら三下呼ばわりされたもんだが、俺と同じことをやってる奴らに、どうしてのんきにそんなことをしてられるか聞いてみない。こいつは情熱だが、生活の糧でもあるんだ。金が入ってくれば自由に好きなことができる。金がなければ、私の周りにあるこれらはすべて、あなたが表舞台を去ってからの数年間で制作したものですか？あまり制作したとは言えないな。完遂するだけの力がなかったせいで、中途半端に形になっちまった、どっちつかずのアイデアばかりだ。10個始めて5つも終わらん。次の日起きても、また同じことの繰り返し。何かが制作されたなら、それは完成品だ。こいつらは、違う。あなたの創作活動には常にある種のスランプがつきものなのですか？過去にはそういった感情にどう対処してきましたか？ああ、いやいや、全然そんなことはないよ。昔の俺には集中力があった。一つのプロジェクトに注力して、そいつが終わってから次に移った。自分の仕事は最後までやり遂げなきゃいかんよ。創造的なタイプの連中には必ずこれをアドバイスしたいもんだ。ところが俺のような際だと、残された時間がどれだけあるか考えるようになって、そのせいで不自然な言動に走ったりする。ははは。作りたいもんを全部作ろうと必死になって、結局どれ一つ完成しないんだ。まだソニアがいた頃は、まあともかく、いつも困難じゃなかった。なるほど。それでは、大きな音がキャビンの窓の外から聞こえる。ボイ6029が驚いた様子でびくりとする。どうかしましたか？もちろん。どこまで、何の話をしてたっけな？エージェントマクソンは立ち上がり、窓から外を覗く。ボイ6029がそれに続く。あの小屋から聞こえたようですね。なんでもない。古い彫刻とか画材なんかが保管してあるんだが、四六時中倒れたり落ちたりするんだよ。大したことじゃ。1体の SCP-5673A 個体が庭を歩いて横切るのが見える。では、あれは？二人は家から出る。ボイ6029は必死になって、エージェントマクソンにインタビューを続けさせようと試みる。さて、どうもあなたは、歩く植物人間を見てもそれほど衝撃を受けていないようですね。もう帰ってくれ。俺はそれほど金持ちじゃないが、口止め料は十分払える。信用してほしい。フィデルさん、私はあなたを尊敬していますし、興味を抱いているんです。どうか、もしよければ、この経験を共有させていただけませんか？俺はもう終わりだ。この件については一言も漏らしません。私たちの間だけの秘密にします。お願いします。ボイ6029は森へ近づく SCP-5673A 個体の後を追う。ついてきな。他に選択肢もなさそうだ。エージェントマクソンとボイ6029は約10分間、無言で SCP-5673A 個体の後を追って森の中を歩く。あいつが死んだ数週間後に始まった。え？妻のソニアだ。あいつが死んだ時のちょっとした騒ぎは、あんたも間違いなく耳にしてるだろう。ソニアは10年間、病気とたくましく戦い続けた。枕元で俺の手を握ったまま死んだ。俺が救急車を呼んでから部屋に戻ると、もうどこにもいなかった。完全に消えたんだ。それで法律関係のごたごたとか、捜査とかいろいろあってな。警察も俺も何一つ立証できなかったんで、告訴は結局取り下げられた。その一月ぐらい後、おまわりが辞書に毎日押しかけてこなくなった頃に、一本の木が突然、たった一晩で育った。その木とあなたの奥さんに関連性があると思ってらっしゃる？知ってるのさ。ソニアは植物を、大地を、木々を愛してた。いつの日か家に帰る、自分の森に向かう日が来る、いつもそう言ってた。今まではどういう意味か分かってなかった。それでは、あの樹木人間は何ですか？正確にはどこに向かっているんですか？すぐわかる。俺もまだあれの正体は掴んでない。ソニアなりのコミュニケーションだと思うんだが、毎日同じことばかりやってるよ。すぐわかる。俺もまだあれの正体は掴んでない。ソニアなりのコミュニケーションだと思うんだが、毎日同じことばかりやってるよ。ボイ6029は、成長サイクルも含めて、SCP-5673 の仕組みをエージェントマクソンに説明する。冗長な会話は省略。二人は谷間を見下ろす丘がある空き地に到着する。みんな。SCP-5673A は丘の頂上で、掘り返された土の上に立っている。そこから根が伸び、体を地面に固定する。SCP-5673A は頭上で両腕を広げ、静止した状態を保つ。身体の頂点から、SCP-5673A は肺に変わってゆく。毎日これを見守ってる。なんだかまるで。誰かを失った時、そいつを思い出すためにちょっとした儀式をするだろう。俺は毎日午後になると、ソニアが流れ過ぎてゆくのを見るんだ。何を言いたいのかいつでも耳を澄ましているが、ここはやかましくてダメだな。俺とソニアの世界は隔てられてる。お悔やみ申し上げます、フィデルさん。ああ、大丈夫さ。こういう神聖なものに巡り会えた俺は幸せ者だ。ただ、これがソニアの苦しみを示してなきゃいいんだが。
彼女は待っているだけかもしれませんよ。こちらの世界に戻っても、それで一人きりになっては意味がないでしょう。そういう見方もできる。だが全ては憶測だ。俺はあの木を見守りながら、そこに自分の思いを添えて慰めを見つけようとしてるだけだよ。木にとっちゃ何の意味もあらしない。毎日弱っていくばかりだ。木はあなたの創作意欲を刺激しませんか？いや、まだ生きてた頃のソニアからは刺激を受けてた。時々この丘に来たんだよ。ピクニックバスケットと、キャンバスと、何か飲み物を持ってな。俺たちだけの小さな世界だった。ソニアはよく俺の画風をからかった。俺は写実的な描写が苦手でね。あいつの描く風景画や、複雑な花々や、細かいところの正確さは真似できなかった。ははは、ところが今のあいつと来たらどうだい？私の曾祖母は、夫に先立たれて1年ほどで亡くなりました。曾祖父が死んでからは1日中家にこもりきりで、編み物も食事もやめて、教会にも行かなくなったんです。50年以上結婚生活を送っていましたが、喧嘩するのを見たことは一度もありません。少なくとも私が見た限りでは、二人は本当に心から愛し合っていました。そういう喪失感が人にどんな影響を及ぼすか、私には想像もできない。羨ましいね。ははは。俺たちは喧嘩三昧だった。多分その二人もそうさ。長いこと一緒にいると、たまには少し言い争って憂さを晴らさなきゃやってられん。やれ芸術がなんだとか、庭がこうだとか、花屋をどうするんだとか。決して深刻なもんじゃなかったし、なんだかんだで俺たちはお互いに愛し合ってた。あんたの曾祖父さんばあさんもきっと同じだよ。でも別な考えを持つのも悪くないでしょう？はは、それで二人をおとぎ話の登場人物に変えちまうのかい？絵の具をまたキッチンに置き忘れたとか、花壇に出番が入り込んだとか、そういうソニアの小言をもう一度聞けるなら、俺は何を手放したって構わんよ。雑音が多すぎてどれも聞くに値しないんで、ついつい世界から身を引いちまう。正直な話、あんたが来てくれて大喜びしてた。客を出迎えたのは数年ぶりだ。もう誰も俺のことなんか気にしちゃいないし、もっともな理由もある。俺は芸術作品でしか知られてないのに、今じゃ何も制作してない。作り出せない奴は忘れ去られる。世間の行為は初めからそいつじゃなくて創作物に向いてるんだから。別にそれは罪じゃない。世の中は相手してこういうもんだ。それに、あれだよ、誰も俺みたいなジジイとは話したがらんからな。一人で孤独を味わうしかねえんだ。時間つぶしには何をしていますか？これ以外にも何かやっているでしょう？思い出を書き留めてる。多分、そのおかげで何年もボケずにいられてる。何かを忘れたくない時は、それを書き出す。大切な出来事、何気ない日々、日付、ソニアに言われたこと。必ずできる限り詳しく記すが、たまには脚色もするかな。昔を懐かしみたくなったら、古い写真を引っ張り出して、書き留めたものを読む。俺が生きてる限り、ソニアはそこで生きてるんだ。私も日記をつけていますよ。そうやって自分を振り返るのは、私の仕事では有益です。自分自身をよりよく把握できる。世界に幻滅した時にすがりつくものができる。私は人間が変わるのをたびたび見てきました。一晩のうちに老変することもあれば、数年かけて以前の自分と違うのに気づくこともあります。自分を失うのが怖いのでしょうね、私は。近頃の雑誌記者がそんな重みを背負ってるとは知らなかった。ははは。知れば知るほど、というでしょう。ポイ6029はタバコに火を刺す。SCP-5673A の最後の断片が固死する。ポイ6029は背を向け、身振りでマクソンについてくるように促す。二人はキロにつく。記録終了。研究者メモ、ポイ6029は長期間 SCP-5673 に慣れ親しんでおり、記憶処理を施すのは問題外です。また、何らかの被害が及びうるので、SCP-5673 を移転する試みも推奨できません。私はここに、SCP-5673 の保護と調査のため、私自身と駐屯機動部隊の隊員2名をポイ6029の近隣に居住させるように要請します。ポイ6029は厳重な監視のもと、引き続き人目を避けた生活を続けることになるでしょう。エージェントマクソン、サイト11暫定研究セクターからの通達、要請を受理。補足文書は近日中にあなたに届けられます。ほい、5673.3、インタビューログ、音声記録。日付、2018年、6月25、記録開始、エージェントマクソンがポイ6029のドアをノックする。駐屯機動部隊の隊員2名が横に立っている。ポイ6029がドアを開け、一行を迎え入れる。ポイ6029の住居の内装は、前回訪れた際よりも顕著に整頓されている。彫刻や絵画は上品な形式で配置され、以前まで屋内の各所に散らかっていた品々を置くための棚がいくつか組み立てられている。すみません、オーガスト。今日は仲間連れですが気にしないでくれると嬉しいです。ははは、記者友達だろ。はは、ええ。あのな、前も言った通りさ。あんたたちが政府の回し者なのはわかってる。ソニアを連れ去ったりしない限り、好きなだけ長くここにいていいし、やるべきことは何でもやってくれていい。私たちはジャーナリズムのためにいるだけです。
なら俺は世界的に有名な芸術家かな。蜂蜜茶は？ボイ6029はその場を離れ、キッチンから蜂蜜茶を乗せたトレイを持ってくる。彼はそれを一向に振る舞う。機動部隊員2名はカップを受け取ってから解散し、SCP-5673 を研究するために裏口を抜けて出ていく。仲間を連れてきてくれて感謝してるよ、ジャッキー。また人を招くってのは気持ちが良いことだ。あんたが手伝ってくれたおかげで、掃除も整理も随分はかどった。まだまだ片付けなきゃいかんところはあるが、それでも前よりマシだ。本当にありがとう。どういたしまして。あなたの生活を少しでも活気づけられたなら嬉しいです。また新しい作品に取り組み始めたと言ったら信じるかい？本当ですか？うむ、あそこだ。ボイ6029はキッチンにある、シートが被せられた物体を指さす。その、拝見させていただいても？いやー、まだ出来上がってないからな、完成したら見せるよ。完成したら、ですか？ああ、心配するな、あれは完成させるさ。数年ぶりに心の底から創作意欲が湧き出てきてるんだ。全部あんたのおかげだよ。そばにいてくれて感謝してる、ジャッキー。実際に何をやってるかはよくわからんが、きっとあんたも気に入るよ。つまりその、あの作品をさ。楽しみにしています。活動再開のきっかけは整理整頓ですか？掃除、整理整頓、あとはおしゃべりだな。言ったろ、この家はソニアなしでは空っぽだから、ほんの少しでも活気が吹き込まれると効果的面なんだ。ああ、なら私たちが喜んで吹き込みに来ますよ。ははは、もうじき、5時ですね。だな。ちょっと待ちな、すぐ戻る。ボイ6029は退出し、写真アルバムを持って戻ってくる。写真ですか？個人的なアルバムだ。この前、小屋を掃除してる最中に見つけるまで、てっきりなくしたと思ってた。今まで書き留めてきた文章に絵を添えられる。それに、自分語りをする口実が必要なんでね。ボイ6029はアルバムをめくり、高齢のソニア・カリーが庭仕事をしている写真のページを開く。ソニア？最後の日々に写したやつの一枚だよ。これが一番最後だったかもしれん。特にどうってことない、静かな日常生活の一コマさ。それがどんなに尊いかは、なくなるまでわからんもんだ。以前は毎日、車で通勤していました。同じ場所に、同じように40分かけて通ったんです。そこを離れた途端に職場が恋しくなったなんて信じられますか？日課は心を和ませてくれますね。そういえば、外に行くかい、そろそろ芽吹く頃合いだ。もちろんです。記録終了。ホイ 5673.4、インタビューログ。日付、2018年、7月、12日。音声記録。記録開始。エージェント・マクソンは、普段 SCP-5673A が固視する丘の上で椅子に座っているボイ6029に近づく。おや、まだそこにいたんですか？もうすぐ真夜中ですよ。ジャッキー、あや。時間を忘れちまったらしい。寝落ちしちゃいました？ははは。いや、いや。ただ見ていた。星を、今夜は天気がいいですね。ちょっとそよ風が吹いてますけれども。具合は大丈夫ですか？ここ数週間というもの、何かと面倒を見てくれて感謝してる。このまま忘れ去られて一人ぼっちで死ぬとばかり思ってたが、あんたたちのために頑張れてよかったよ。あんたは最後の一仕事に必要な、小さな一押しをくれた。彫刻のことですね、完成したのですか？そうとも。明日見せてやるよ。俺の最終作だ。ははは。ねえ、そんなことを言わないでください。あなたにはまだまだたっぷり時間があります。調子を取り戻したばかりじゃないですか、オーガスト。今さら立ち止まっちゃいけませんよ。あなたにはファンが大勢います。はは。ボイ6029は首を振る。夜にな、夢の中でソニアを見ることが多くなったんだ。直に会う覚悟はもうできてる。死んだ時、ソニアはもう時間切れだって言い続けてた。どうしてそれを知ってるのか全く理解できなかったが、今は。ただわかる。俺は準備万端だ、ジャッキー。あいつの笑顔を見て、あいつの腕がもう一度俺を抱きしめてくれるのを感じる用意は整った。あいつが話し開くのを見る用意がな。ちょっと聞いてもいいか？どうぞ。遠回しに探りを入れるのはもう十分だ。あんたたちは雑誌記者じゃないし、正直なところ政府関係者かどうかもわからん。ソニアの木は、俺みたいな年寄りでさえ、この世の中にまだ不思議を見出せると教えてくれた。だがそれは俺の理解を超えた、隠された不思議だった。これは他人とは共有できないものだと、俺はそう悟った。それでもあんたたちは、実験やらサンプルやら、記録装置やら何やらで、あの木を理解してる。あんたたちは何者だい？どんな秘密を知ってる？それをお伝えできないのはご存知でしょう。ふん、やっぱりな。ははは、手遅れになる前に聞いとこうと思ったのさ。ちょっぴり残った好奇心が、これでしまいかそうでないのか、この先何が待ち受けてるのかを知りたがってるんだ。それはまあ、これをつけたままじゃお話できませんね。この時点で映像が乱れる。記録装置は空に向けられ、音声はオフになっている。エージェントマクソンはこれについて、誤ってカメラを何かにぶつけたと説明した。彼女は音声の欠落についての説明を現在まで提供していない。
この映像の乱れは20分間継続する。映像が復帰すると、マクソンとポイ6029は歩いてキャビンへ戻る途中である。どうでしょう？ありがとうよ。俺にもまだまだ学ぶべきことがありそうだ。なんだか安心したな。人生は続く。人生は続きます。時にはね。エージェントマクソンとポイ6029はキャビンにたどり着く。このまますぐ寝る。今夜はトランプ勝負はなしだ。わかりました。体調は大丈夫ですよね？疲れただけさ。それなら安心ですね。他の二人は街のバーに飲みに行ったようです。どうせ私が迎えに行かなきゃならない、いつものことです。数時間で戻りますから、ドアが開く音が聞こえても驚かないでください。ポイ6029はエージェントマクソンと握手する。ありがとう、ジェッキー。気にしないでください。オーガスト、また明日の朝会いましょう。新作を楽しみにしています。おやすみなさい。おやすみ。ポイ6029は背を向け、キャビンに入る。エージェントマクソンはその場から歩き去る。記録終了。研究者メモ、この夜のどこかの時点で、ポイ6029は睡眠中に死去しました。私たちは翌朝、遺体を発見し、サイト11と共に彼の死亡を確認しました。あれこれと整理をしている最中に、私は一瞬だけキッチンに入りました。部屋に戻ると、ポイ6029の遺体は消失していました。チャルマーズとダルボネリは、どちらも何も目撃していません。私たち3人で彼のためにささやかな葬儀を行いました。この現象は SCP-5673 に影響していないらしく、SCP-5673A は普段通りに芽吹いて丘へ歩いていきました。完全版の報告書を以下に添付します。エージェントマクソン。ほい。5673.5、治安ログ。ポイ6029が死去した1週間後、SCP-5673 の毎日の成長サイクルにおいて、最初の SCP-5673A 個体と共に2体目が成長する様子が観察されました。2体の SCP-5673A 個体は成熟した後、SCP-5673 から分離し、事前に予測されていた道筋を歩いて移動しました。丘に到着すると、2体は抱擁し合いました。胎死は成長し、2体が完全な1本の樹木に似た形状になるまで延伸、変形しました。このオブジェクトに異常性は観察されておらず、成長過程を除けばごく普通の樹木です。これ以降、SCP-5673 による追加 SCP-5673A 個体の生成は確認されていません。政府からニュートライリゼドの細分類は保有されています。ポイ6029の最後の芸術作品は金属彫刻でした。名盤には以下の文言が彫られています。私たちのための森、ソニアへ捧ぐ。そして私を支えてくれた人々へ、ありがとう。彫刻の近くに置かれていたポイ6029の小さなメモ用紙には、この作品をミシガン州キャデラックの町に寄贈する旨が記されていました。エージェントマクソンはこの要請を感化しました。